どうも、はい、マセキ芸能社の浅草キッド、エル歌舞伎のエル上田です。どうも、ゼロニアヤシです。ということでね、はい、昨日初めて、ダンカンさんとお会いしましたね。お会いしまして、ライブの打ち上げ一緒になって。いや、緊張しましたよ。うん、で、事務所どこなのって聞かれてね、うん、マセキ芸能社ですって言ったら、はい、だからそのちょっと前でオフィス北の騒動の話をちょっとしてて、はいはいはい、マセキも今危ないからなーって、似てるね。マジの顔で言われたから、うん、俺一瞬、うん、そうなんですかって言いかけて、冗談って分かった時に、うん、初めてたけしさんの気持ち上がりました。はい、ダンカンバカ野郎。さすがに言えなかった。口には出せなかった。口には出せない。喉元まで出かけた。喉元出ましたね。そんなことがね、あったんですけども。貴重な体験しました。貴重な体験でしたね。はい、まあまたね、40分の配信も近々しますんで、そこでちょっとたっぷり。まあちょっと話してもいい。話しますか。はい。今日5月16日なんですが、はい、5月13日のスポニチのちょっと記事なんですけど。5月13日のまあ3日前ですね。はい、音たけし、うん、浜田雄太郎に不倫の勧め。あら、超えなければいけない壁があると見つけまして、読みますね。自分で壁作ったんだろう。確かにね。すごいよね。はい、作家の音だけ広ただし、かっこ42があって始めたんだけど、はい、作家だったんだって今あれ、ね、なるほどね、気づいたという。教職員もやってたよね、どっかね。教職員もやってるし、やってたよね、だコメンテーターとかね、キャスターもやってますけど、ね、あとスポーツ狩りとかね。そうそう、将棋やって、あ、それ羽生さんだ。似てるんだよな。似てるか。似てないか。髪型から違う。髪型違うか。ね、はい、音だけさんが、アベマ TV、エゴサーチ TV に出演し、うん、同じ障害者の立場の、にして、ほぼ全盲の漫談家、うん、浜田雄太郎、かっこ28にアドバイスを送ったと。はいはい、この番組は、うん、MC のキングコング、西野昭弘、かっこ37。ちなみにこの方は健常者の方なんですけど、知っとるわ、知っとるわ、ゲストの情報をウェブ検索し、はい、真偽を語り合うトーク番組、はい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 、で51回目の今回のゲストとして登場した音武氏が、うん、週刊誌の不倫報道で大打撃を受けた後の1年間の動きを中心に語ったと。ああはい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 、またこの51回目っていうのがね、うん、なんか奇遇というか、なんですか、五体不満足と、もういいと、どうですか。ああ、ね、そういう語呂合わせしてるんですかね、うん、してんじゃないかなと。まあ西野さん、まあそうだよな、うん、アーティストだからそういうのあるかもしれない。いや西野さんがそんな番組の全部作ってねえだろ。アーティスト性がやっぱ強いから分かんないです。西野さん MC だよね。あ、 MC ですか。そうそう、跳ねるの扉以来の MC やってるわけですから。ねえ、はい、でその中で R1 グランプリ2018で優勝を飾った浜田雄太郎に対し、はい、まずは嬉しかったと一言、音武さんが。はい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 、はい、さらに音武氏が有名になった後、うん、障害を持ちながらも反転向な行動をする人が出なかったことに触れ、うん、一人ではきつかったと吐露した。なんで巻き込もうとしてんだよ。巻き込もうとしてんだよ。浜田の登場で仲間ができたと感じたという。浜田くんいい迷惑と。いい迷惑だ。だから、あれ不倫は自分の性欲でしたんじゃなくて、うん、破天荒な行動をする障害者を、なるほど、目指したんです。演じてたわけです。演じてたわけ。騙されたね、俺らは。うん、あんまり勝ったこと言うと、おつのげさんの奥さん、訴え起こしてるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないですけど。はい、ただね、浜田雄太郎が優勝したネットの記事のコメント欄を見ると、はい、浜田さん、今後も頑張ってくださいと言った、うん、温かいコメントばかり。はいはいはい、辛辣な内容が多いコメント欄に、うん、浜田さんと継承がつくことに、うん、違和感を感じたという。ああ、なるほどね。はい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 。で、それを見て、まだ芸人としてのスタートラインに立ててない、うん、超えなければいけない壁があると指摘した。ね、なるほどね、はい。これ俺ちょっと言いたいのは、うん、いやちょっと待ってと、うん、音武さん障害界の先輩かもしれないけど、うん、芸人の先輩じゃないじゃないですか。ないからね。逆の立場ね、うん、俺らがじゃあ芸人今やってるじゃない、そこ、まあまあまあ、9年コンビ組んで、まあ、やってますけどもね、はい、これなんかベストセラーの健常者の作家に急にお笑いのことでダメ出しされてるみたいな。そういうことだよ。そうでしょ。そうだよな。いいんだけどね、一般の人の意見の方がさ、参考になったりもするわけだから。そうですね。いいんだけど、なんかちょっと、ね、違和感。そうね、俺らがね、村上春樹さんにね、起用されてもちょっとうーんって思っちゃうかもしれないですよ。確かにね。でもなんか急にね、漫才おしゃれになって人気出たりしてね。そうだね。うん、村上春樹さんの文章やっぱ美しいですからね。美しいね。すぐこの葉舞いそうですが。ね、この葉舞いそう。の機会だから。そうそう。だから、うん、俺もね、俺一冊読んだんだよな、村上春樹の。ああ、そう。なんか綺麗な文章いっぱい出てたんだよ、本当に。それはいい紙だったんだよ。いや違う、いいインクだったとかじゃなくて。ハルキットってね、なんつう、信者がいっぱいいるでしょ。おお、はいはい、俺は佐藤ハルキっていう AV 女優好きだからね。いやいい、そっちのハルキットだ。あ、ハルキットだ。キュリちゃん、元セクシー女優。はいはいはい。で浜田雄太郎が芸人として一皮むけるために音武氏が、提案したのが、うん、不倫でもすればいいんですよ。自虐要素満載の答え。あれだ、あそこの皮むけってことなの。一皮むくんだよ。あそこの皮むけって。これには MC 西野も手を叩いて笑うしかなかったと。西野さんお手上げ。まさにキングコング、手を叩いて笑ったというね。胸叩いて。胸を叩いて。ごほごほ。はい。
もっとも浜田はまだ独身で、はい、R1 グランプリ2018優勝後に彼女ができたばかりだという。おー、そうなんだ。さらに西野は、うん、浜田君は今のままやといじるのは難しいと告白と。おーおーおお、昔の自分を見てるようだったんですかね。まだ絵本作家になる前の。いじりづらいと。いじりづらい。そんなことないよ、お前。ね、一部、なんかね、うん、ネットニュース、なんか本当に怪しいサイトだと、うん、西野さん、大物司会者が、ボケ役で振ってきたときに、うん、あの人、笑い分かってへんねんって、うん、先輩にめちゃくちゃキレられた。あるんだ。2ちゃんニュースありますけど、ね。2ちゃんのニュース。皆さん調べてください。あ、でね、審議の方は分からんと。審議の方は分かりません。分かりませんな。さらに西野さん、西野さんじゃなくてね、乙武さんがね、うん、それを聞いて、うん、障害者をいじるのは難しい、うん。いじられ待ちの障害者も難しいと語ったと。なるほどね。ねえ。まあそこはね、うん、もうね、乙武さんじゃないとね、うん、こう語りづらいとこもあるだろうしね。乙武さんはでも、うん、いじって笑いとか取ってるっけ。健常者を許すのは簡単なんですかみたいなとこもあるけど、ね。まあまあまあ、確かにな。まあ、難しいな。ねえ。乙武さんは、うん、障害を笑いに変える難しさを加味しつつ、うん、浜田さんにはそのラインを超えて活躍する芸人さんになってほしいと、うん、なるほどね、一緒に一線越えましょうと。巻き込むんじゃないよだからね。え、うん、でね、うん、これネットのコメントですごいのがあって、うん、俺なんかいろんなコメントあったのよ。当然ほぼ全部バッシングですよ、うん、でそれは乙武さんが言ったさ、バッシングされてこそってことなんだけど、まあまあそう、めちゃくちゃ俺このすごいなと思うコメントがあって、何、いじるとかいじられるとか、うん、いじりやすいとか、うん、そんなに重要かな。お、芸人だっていろんなスタイルがあっていいと思うけど、はい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 、浜田さんにとってそれが本当に越えなきゃいけない壁なのか、お、そもそも別の道を進めばその壁にはぶつからないかもしれない、うん、それを決めるのは浜田さん自身であって、うん、乙武さんや西野さんではないと。西野さん、西野さんまで巻き込まれた。ちょっと俺このコメント書いた人に一生ついていきたい。すごい冷静な細い目で書いたんだろうね。すごいよね、凛としてるな、その文章。まあでも、乙武さんもすごいよね、こうやって自虐でちゃんと表に出れるっていうかさ。ああ、まあそうだ。もともとツイッターとかでそんな感じだったんでしょ。俺は読んでないけどさ。あ、そうだったかな。自虐ネタみたいのも織り交ぜつつみたいな。まあ、五体不満足っていうのはもう自虐というか、まあまあ、自虐というかね。そうそうそう。まあ、読んでないから、まあ、ぜひ今から読みますか。この、アベマのニュースを見てね、ホーキング青山が悔しがってるぞ。俺を呼べと。俺も呼べと。そう、あの、車椅子芸人もね、からいらっしゃるんですけど。はいはいはい。そしてですね、5月16日、今日ですね、ブスに人権はない、うん、人気モデル夏目雄大のツイートで事務所が謝罪と。ほうほうほう。J キャストニュース。なるほど。ブスに人権はないですよ。もうポスト坂上忍ですよ。もうなるとしますね。いやもう本当にそれを狙ったのかなと。はい、モデルの、夏目雄大さん、過去21が、はい、不適切な発言をしていた問題で、はい、所属事務所オムニア。はい、キッザニアじゃないですよ。あの、子供のツイートじゃないですからね。いいよ、2018年5月12日、うん、公式サイトに謝罪文を掲載した。うん、で夏目雄大さんという人は、うん、セブンティーンや HR など、うん、雑誌のモデルとして活躍し、はい、若い女性を中心に人気があるという。ほう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 。まあ、芸人だったらつまんないタイプですね。若い女性を中心に人気がある。それは芸人、まあ、芸人に置き換えないでね。芸人置き換えないで。だから先ほどのね。はいはい、乙武さんの件もあるんですよ。あれは確かにね。我々がそのモデル界のことを言っちゃいかん。確かに。夏目さんのことは夏目さんが決めるべきであって、エルウェダやデロイダや橋が決めることではない。ではないと。確かに、ね。しかも夏目さんって聞いてから、俺さっきのホーキング青山さん、はい。で、私俺夏目亭透析が頭から離れなくなってます。ホーキング青山さんの、グレートギダイさん。落語としての名前かな、はい。あ、グレートギダイさん。あ、グレートギダイさんね。はい、夏目亭透析だったの。そうそうそう。まあ、それはいいとして。ホーキング青山さんの名前は、なんだっけ、古今亭新勝者だっけ。あ、そうなんだ。新勝者って名前だね。されてんね。ちなみにその夏目さん問題となったのは、うん、2013年頃に投稿していたと見られるツイートで、うん、ブスに人権はない、お、乙武さんと握手したい、うん、妊婦さんに膝かっくんして絶望させる遊び、うわひどい、韓国人と中国人は見下している、うわなどと綴った、うん、投稿のキャプチャー写真が投稿され、ファンらから、女性蔑視に人種差別、うん、妊婦さんに対してひどいこと言ってる、ありえない、最低など批判の一方、うん、違うよね、5年前くらいのツイートでしょ、今更攻撃する必要ないじゃん、うん、で夏目雄大君のツイート炎上してるけどさ、当時16歳の時のツイートじゃん、うん、まだ素人だから許されるってわけじゃないけど若気の至りだったと思うよと。まあはいはいはい、これさ結構さ、なるほどね、よく言われて、就職、うん、就職するときに、うん、中学生とか高校生のときに、うん、ああそうなんだ、なんかずっと調べられるわけよね。そうなので就職する側も調べたりするから、うん、下手なんだ、このことに絡めて言うわけじゃないけど、下手なこと、うん、下手なことっていうと、うん、なんつうの、要は人間のさ、
いやだから変なことは本能的な差別的なこととかね、なんか、ね、なんかそういうことでしょ。でもさ、子供の時ってさ、なんかそういう、そうやってなんつうの、ひどいこと言ったり言われたりしてさ、うん、まあこれのケースはね違うけど、うん、傷つけ合って成長する、その過程が今ネットにずっと残っちゃうみたいな。ああ、なるほどね。そうなんだよね。ああ。昔はクラスでさ、うん、ひどいいじめの言葉言ったり言われたりして。あ、まあまあまああるね。これがこの永遠に残って、今も、うん、だからこれがさ、5年。俺もね、5年前だからもうね。っていうのがあるだね。ガキのことだからな。うん、変な話さ、じゃあさ、獣医師とかいるじゃない。うん、まあ、医者でもいいわ、うん、内科のでいいけどさ、はいはい、ね、昔喧嘩と良くて人ぶん殴って怪我させてた医者だっているだろ、はいはいはい、今は医者でさ治す側に入ってるけどさ、うん、はいはい、ねえ、それはちょっとな、昔だっていう。でもこれ今の社会問題だよね、俺らの頃なかったじゃん、うん、ツイッターとか、ね、そうそうそう、だこういうのはちょっとかわいそうだね。だからまだ出会えたことはよくないけどもね、うん、まだだからあれだよ、ネットは適応できないんだよね、ちょっと難しい、ね、まだ衝撃受けてるんだよ。ボクシングのさ、ミドル級の村田っているじゃん、村田亮太、うん、あの人が、オリンピックの金メダリストなんだよ。うん、で、金メダル取った後の本で、うん、プロに転向することは 100% ありえないみたいなこと書いてた。ああ、はい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 、はい。プロになった後に、インタビュアーにその本持ってこられた時に言ったのが、うん、本って怖いですねって言ったんだよ。でもその時の俺じゃないから。そうだからさ、うん、あれだよな、ただ、これ今就職レベルもそうだけどさ、うん、今芸能人が40、50とかになってさ、昔こんなこと言ってましたよ、雑誌で冷やかすってあるじゃん。あれもあるよ、松本人志さんが、衣装って本で書いてたので、うん、芸人は映画を撮らないとか、いろんなこと書いてある、筋肉を鍛えてどうするのとか、でそれ吉田剛さんが水曜日のダウンタウンでいじって、ああ、そう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 、昔の記事にね。それで松本さんが言ったのは、うん、いや、もう、それは裏切っていくのが笑いだし、別にその時の俺じゃないからっていう、まあ、そう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 、そうかな。だこれはさ、うん、だからさ、そういうテレビとかでさ、昔のその俳優さんがこういうこと言ってましたよっていうやつとか、うん、周りの人たちはプロだからさ、うん、それ飲み込んで茶化してうまくやるじゃん、うんうん、はいはいはい。だこれ素人だからな、ツイッター内でこう文句言えちゃうのこうなさ、まあ、この夏目さんは違ってもまあまあでもね、これに対して言う、そうそう、ね、文句言う、でもね、それも一般の人がね見るものでもあるからね、難しい。俺らもね一般の人なわけだから。あとね、そのタレント本で言うと、あの神取忍っていう女子プロレスラーの本で、うん、あの緩和っていう、神話って書いて緩和って本があるんだけど、はい、それによるとね、そう、はい、あのプロレス入りしたきっかけは、うん、友達が勝手にジャパン女子プロレスに履歴書を送ったからっていうジャニーズじゃねえ、そうそう、俺初めて見たジャニーズ以来のジャニーズとアイドルの同じ感覚なんだ、ね、そうでも神取忍だってね、今となっては自分から進んで53歳になってもまだやってるわけですから、まあまあそうだね、この時のこと持ち出せ、友達が勝手に言うとかね、そんなに持ち出せ困るわけですよお前何プライド持ってやってんだよってな、もう友達にお前ただ進めて、まあ、引っ込みつかまってるだけじゃないかそうちなみにですね、この夏目さんの事務所は、うん、所属タレントの指導の徹底と再発防止の教育を実施いたしますと、うん、つぶやいていうことをコメント出してるんで、これはあの、うん、新しい歴史の教科書で教えていくのかどうかというところね、再発防止って言ってもね、昔の遡ってみんな消していくしかないってことだもんな、消したりとか、あとまあ今後気をつけろよってことね、うんうん、やらないでしょ、俺らの知り合いの芸人でもね、事務所から SNS 禁止にされた芸人してます言うなよそれ、こういうのはね、正しい付き合い方をしていって、はい、そうですね、はいはいはい、我々の YouTube ぐらいですよ、こんな健全に聞いてもらえるのは。本音はね、酒飲んでる席で、うん、友人とかに言うのが一番なんですよ。だ酒飲んでツイートするんだとか言うよね。いやいや、違う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 。そう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 。はいはい。そんなもんですよ。そうですね。難しい世の中です。難しいね。水道橋博士さんみたいにね、うん、全員とちゃんと戦うとかね。そう、どっちかだよ。1対100でも戦う。どっちかだよ。どっちかだよ。静かにするのか、ね、1対100。うん。ということで、はい、明日また配信しますので、お聞きなさってください。はい、どうも。